太陽市百番は大阪府大阪市西成区三号に所在する料亭。その建物が歴史的建築物として国の登録有形文化財に登録されている。当店は日田新地と呼ばれる地区にあり、大正時代に建てられ、かつては遊郭として使用された。百番という屋号は遊郭でも最上級の角を表す。戦後期のオーナーの遺構から京都の絵師。 大工東領を動員して改装が行われ、日光島将軍の陽明門を模した応接館の入り口や桃山風の派手な装飾が施されている。現在は鍋料理や懐石料理を中心とする和食料理店となっている。建物は木造2階建て。屋根は山川ラブキで建築面積291平方メートル。延べ床面積は580平方メートル。 建物の完成年はよくわかっていないが、ひだ遊郭が許可された1916年から10年後の1925年から1928年の間とされている。1階は、すきや作りや書院作りなど、伝統的な和風建築を組み合わせた作りになっている。2階には、木星コーランを巡らし、角を炭切りとし、玄関に東破布を設置。 大阪の観楽街の陰心を伝承している。2000年2月15日、登録有形文化財となった。2021年6月から8月にかけて、地元有志による太陽市100番保存修復プロジェクトにより、建物の保存修復のためのクラウドファンディングが実施される。大阪府大阪市西成区山王3丁目後の25、ありがとうございます。